こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はサイコパスについてお話ししたいと思います。はい、サイコパス大好きなんです。はい、で、ちょっと弓矢さんとは全く関係がないんですが、私が大好きなので、ちょっとお話ししたいなと思います。はい、まず作品の内容ですね。シュビラシステムってもう本当すごい社会ですよね。まあ、ちょっと行き過ぎた感じかなとは思うんですけど、結構近代未来を考えさせられる内容だなと思って、結構ね、好きなんですよ。うん。でね、ドミネーターとか向けられたら、やばい人認定されるって結構すごいですよね。日頃から、考え方を正そうと思う。ゴミ拾いとかしたくなっちゃうような、感じですよね。そう。で、結構主人公の常森あかねちゃんの声優さんが花澤香菜さんだったりとか、結構豪華な声優さん使ってるんですよね。うん、すごい、さすが人気作品。はい。でね、ちなみにそのサイコパスの世界観で一番いいなと思ったのが、全自動調理器ね、あれは本当未来にあってほしい。もうスイッチ一つで料理が全部バーンと出てくるみたいな。ね、楽ですよね。いいなと思っちゃいましたよ。もう全部支度から何から何までしてほしいですよね。はい、ということで、まあ、今日はざっくりサイコパスについてのお話でした。ご清聴ありがとうございました。